瀬尾くんに勝ったからいっか負け試合だったなあれ。勝てましたね。うん、いやね、瀬尾くん結構得意です。ほう、本当に本当にの試合ほぼ負け越さないんですね。あれかな、お互いこうやるこう考え方が似てるからかな。うん、ヒデくんとかのがきついんだよねそれを言うとヒデくんがすげえドヤ顔で瀬尾くんに教えようとするから、お前それはちょっとって言うんですけどお、死んだ。うまい。あれ前後わかんないんですよね。わかんないっすよね。まあ、表になっちゃったら表になっちゃったみたいな感じ。あー、裏に最大をやっぱ考えてるんですかね。そうだね。あー、しっかり。あそこさ、ムナーリさんの下がったすごくて、へー、ジャンプ中キック、しゃがみ中パン、立ち強パン、スタショットって入ってて、あー、ピオルやつですね。すげえかっこいい。あれいやー、来てよかった。ちょっと練習になりましたよ今日ね、うん、人いっぱいいますから。これは配信は時間が、あと50分ぐらいまでやるってことですかね。もう止めちゃう。12時までやる。はい、じゃあそんな感じでの試合があるらしいです。マイクありがとうございました。お疲れ様でした。明日、そう、明日なんか明日本番ですから。明日バーサスでなんかあるらしいんで、明日あの V3 っていう大会が、17時からありまして、その後ね、あとすごいから竜とザンギが10先やるってことで、まあ、多分こっちをみんな見に来るのでまあその前の大会勝ってもあんまりこううまみがないです。前回うまみなかった人がねなかったねっつって、なかったねということでした。もうあれね、毎月 やるのはすごくいいことだと思うんで、まあ、話題にもなりますからね、うん、今回いい人が手を挙げてくれたしね。そうですね。次回どうしましょうって感じなんですか。あ、これ配信代は警察と遠行で捕まりそうな人ですね。遠行で捕まりそうな人、うまい。おい、青さーっと警察、本当の警察、いつの間に。実はね、大会始まったぐらいもういました、ね、警察いつの間にいましたね。いましたね、警察。いや、僕警察に全然勝てなくて、ホンダで。いや、ホンダ使えばいいじゃんって言ったじゃないですか、木野笠さん、僕に。でも僕あのゆうべがさんに20連敗ぐらいしてるんですよ今。へー、ホンダ使ってですよ。もうこれ存在価値ないじゃないですか。それはね、ニーヤーさんに聞いた方がいい。聞いてるんですけど。うわさあ、ゆうべががわっぱを出していく。ニーヤーさんがね、結構ね、難しいこと言ってきて、難しいこと言ってきて、大変なんですよ。知らないこと15個ぐらいあって、全部覚えなきゃいけないからしんどい。急にはちょっとできない。やっぱり結局下がってるホンダきついでしょ。そうなんですよね。で、その下がってるホンダをちゃんとできないんですよ僕が。ああ、今ゆっくりやってですか。そうですね。こうなると警察が強い。うわー、歩いてきた。歩いてきた。すごいね警察ね。これね、難しいんですよ。どうしたらいいんですかねって。見てんのが一番わかるわかる、わかり。あ、ちゃんとニーヤーさんですか名前。あ、そうか、出ないのか。残念ですね。優勝していればニーヤーさん出ずに優勝できたのに、前代未聞ですよ。そう、出場せずになぜか優勝してポイントまで入る何者だってすごいですよね、替え玉なかなかないですよ。ああ、お、アベミンさんが待ってますね。投げる？危なくない？大丈夫？大丈夫かな？大丈夫だって。なんか減らなくない？うまい。ゆうべがさんもただでは知らない。ああ。ゼロドットだと思ったら生きてましたね。削りしたのに。大キックうまい。いやー、これね、うまい。
ダウンさせたとき、とりあえず頭突きで近づくみたいなのも、まあ、ありっちゃありなんですかね。ありか。ガード。無理しない。うわぁ。ゲラン。めくり当て。うまいですね、この人。だいぶ、これ、ゆうべがさんにはちゃんと挨拶しました？ゆうべがさんに挨拶しました、ちゃんと。
Thank you.